両方元気でいけへんかった。もう長いバックついてるからな。そうですよ。いや、意図的に表現したら動いてるから思ったんですけど、前取っても抑えに来へんかったら駆け足そんなレースになるやんじゃないな。そうそう、近畿だから新人が、はい、そうです、いや地元ですね、地元ですね、ここは近畿です。あとは、まあまあいいですよ、明日に、明日も撮ってます。そうですね、撮ってください。そうかな、いや意図的に結構バンバン動いてるかなと思ったんですよ。力ない、ちょっとやばい。そうですか。新人出てきたら、でも新人につきたいし。あ、本当はね。うん、前でが時代に頑張り。そうですよね。まあ、もこう飛びつきなども流れによっては。いや、もうあんま決めてないですよね。もうジャンになってからやわ。ジャンになってから。そこから。あんまり、もうだから戦法的にそうでしょ。先行とも言えへんし。はい、もう絶対自力ともあれなんで、もういろいろですよね。だから、その時に多分決まり手もいろいろついてると思うよ。だからもうその場その場でうまいことっていう感じです。まあ周回中はなんとなく分かりますよ。もう多分前取って後ろから攻めて来た時にどうするかですよね。いつ抑えに来るかとか、そんな状況でパッとも考えて、そんな感じです。ちょっとじゃあ野生の感働かして、働かしてます。そう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 。ちょっとじゃあ引っ越しにもお金かかってるやろうし。お金はないね。でも家買ったんですよね。田舎やし安いよ。いやいや安い言うたってそんな遊びに来や。楽に行っちゃうねんから遊びに来や。高い茶菓子持って。お前手ぶらで。手ぶらで行ったらどうなるの。すごいですね。なかなか。みんな持ってます。持ってます？どこに住むのかやったら。いやいやいや、世間のサラリーマンだから、ね。なかなか家買えないですよ。タイさんどこに住んでるの？私賃貸マンションに。マンション。稼いでるのにな。賃貸なんでしょうね。賃貸。稼いでるって見えるでしょ。我々の業界ってそうじゃないですよ、ね。そう。あ、でも稼いでるに見えたら嬉しいじゃないですか。見えるのは大事。貧乏くさくないって。スキッとしてるやん。あ、やった。あ、それ大事なこと。やった。これが大事。今度貧乏に見えたら教えてください。